1、2、3、13人ぐらい光ってたかな。これまた多いな。最大行くんじゃないか。うい。まあ、火力済みで、火力済みでいこう。うい。やっぱテトリスって慣れるんですかね。あ、まあ結構覚えの部分があると思う。このゲームはね、テンプレっていうのが存在するんで、そういうところをひたすら覚えるっていうのが俺は個人的には大事だと思ってるんだよね、やっぱり。テンプレのバリエーションを増やすことだね。だからまあ慣れももちろんあるし、覚えゲーでもある、ある程度は。無理やり TSK ここでリカバリーしていき。OK。キラキラしたら星ついてる。いや違うね、平均順位が10位以内の人だ。星ついてる人がだからといって、まあ一回なんか体重を起こして90位とかになったら引かない。だからまあある一定の指標にしかならないっていうのはあるかな。あ、でもキラキラしてる人はまあ大体強い人の可能性がもちろん高いんだけど。まあ火力済みでいくか、ここは。これスイーツスキンですよ。ウィーウィーで、とどめにしておいて。そうだね、練習あるのみ、ね、ある程度は本当に練習あるのみだと思う。間違えた。とりあえずトリニティ組んで、オッケー。ちょっとレンチックに繋げたいけど、どうしたらいいのかな。これむずいな、繋がんねえか。ちょっと繋がんねえな。繋がんないで TD アタック的な感じで TD アタックリカバリー。ほい。まあ言うなれば、もう俺もそのテンプレを覚えまくって、その覚えまくったテンプレの中からこれが一番いいって選択してるようなもんだからね。だから本当にテンプレを覚えまくるのはなんだかんだ俺そこが一番大事なんじゃないかなとマジで思ってるんだよね、テトリスに関しては。ほい。この地形の場合はこれテンプレがいいみたいな、まあもちろんテンプレじゃない、そのリカバリーのね、技術がもうたくさんあるんだけど、大体はそんな感じで成り立ってる気がするから。おい。はい、こんばんは。初心者におすすめは俺は DT4 をおすすめするよ。やっぱりね、派生、あ、まあでも派生系結構多いけど、DT4 ね、やっぱりね、強いんだよね、普通に。みんなも、たくさん使ってる使用者も多いし、すぐ調べれば出てくるしね。これは普通に DT4 でいいと思うけどね。テンプレはわかんない。軽く50種類以上あると思うよ。もっとあるか、普通に。どれぐらいあるかわからないけど。俺も全部が全部全て把握してるわけではないからね。でもまあでも実用的なテンプレはまあ大体把握してるつもりであるけど。超マイナーなテンプレで、明らかに実用性ないネタテンプレとかもあるけど、そういうのは割と覚えてない感じではある。で、ちょっと連対戦にしといて、連ムーブでいくか、ひとまず。ほい。
回消しとこう。回転入れの軸がずれてるというか、方向がずれてるから、若干あれ時間かかるから、ね、入れられないことはないけど、事故りケースもあるから、安全重視で、安定重視で。テトリスの解説動画、最適化講座出してますよ。かなり重要なテクニック、最適化講座。ぜひぜひご覧ください。あれマジで大事だからな。うい、うい。チャンネル登録ありがとうございます。4人分。どうだろうな、結構軽く出してるけど、4人いるんだよね、一応。5人はいけるんだよね、さすがに。4人分はいけそうな気はするけど。はい。はい。はい。でかい、これは。そして、エフェクトの持続時間が、やはりこのスキン、長い。はい。外したら右上、冷静。スピードもなかなかに速さはあるね。まあでも相当光ってたもんな、これな。最大マージ行くのは濃厚ではあったから。はい。まあ妥当か。それと倒したいよ。あの人一番倒したい。いやー、今の倒さねえか。一番最後に軽く送ろうとしたけど、まあちょっと今のはタイミング的に、きついな。ほいほいほい。凝視してからでは遅いパターンだったから、しゃあない。うい、タギゲー。タギゲーしてるけど、相手もタギゲーしてるんだよな、言うて。左下が。連プラスタギゲーしてるから、俺と同じ状態ではある。で、75% 持った左、真ん中、ちょい左あたりの人。ちょっと注目。積むスピードも普通に速さはある。ほい。どうかなこれ。ホールド効かず。ほう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 。さすがにちょっと分が悪いかな。はいはい。4人分じゃ足んねえか。あ、無理そうだな。無理そうだけど、5人分ならワンチャンある。ほい。6人分。ほいほい。いけいけ、これならワンチャンいける。ういういうい。冷静に外してきた。ほい。ほい。25はちょっとバッチまずいね。でも、タゲゲーしてるからこれで稼げればって感じだけども、この状態だとちょっとまず触るね。タゲゲーもなくなった。ほい。ほい。ほい。そう。俺殺しにかかってきたよな、あの人。25% なんや、あの人固定で狙ってきてるよ。うわぁ、露骨だな、あれ。しゃあない。行くしかねえか。狙い撃ちしてるねー。固定ターゲットはスキックで入れ替えられますね、一応。はい。辛い。
マージンも入って、カリコもインフレした。あっち集まんねー。とりあえず 50% だけど、よし倒れた。7位誰だあれ、超露骨に俺狙ってきた。やばいな、あそこまで残っては。でもバッチ50がちょっと辛い。75にしたいね。ほい、50か、50はちょっと足りねえな。あの人取れるか取れないか限りになってそう。の方がいいな。一応これ入りません定期リカバリーはできるけど、間に合うか。 OK 間に合った。入りません定期やって、うわー人権で、しかも相手連珠獄してんじゃん。これもう負けかけだろ。負け確レベル。いやー。これは積んだくせえな。バッチが50っていうのがね、つらい。75だったらまあまあ、まあ75もつらいけど、50なのがね、展開取り直すのが絶望的にきついんだよね。ちょっと操作したくなかったな。展開取れねえ、マジで一回も展開取れねえこれ。買っとくか。とりあえず無理やり4列連体制に組み上げていき、
相手結構リソース使ったぞ。逆に電磁木持っていけ。うわ無理か。もう一回分割が始まるなこれな。いやとりあえず砂丘しながら連続したかったな今のな。しんどいね。はい、種ロックか。間違えた。これ消したらでかいに来るのかな。今若干蘇生しないのが良かったかもね。展開取り返さん、取り返せねえマジで。これまだ行っちゃダメだよな。リソース買った相手。いけ。貫通してきた、つらい。無理か、また分割が始まるな。やっぱり相手バッチが多いから、総裁が容易なんだよな。
あ、このでかいのは辛い。ちょっと受けすぎたね。うん、ちょっとやりすぎたな、これ。うん、ちょっとつなぎすぎたな、これな。タイミングの使い方、ほんと重要なんだよね。削りすぎるのよくねえよな。もう撃つしかない、これちょっと。
またか、くっそ。念のリソースがあるから展開取り直されんだよな。うわ、置きミスした。ダメだ、相手リソース溜まってるからもう一回だな、仕切り直しだな。100%だね。展開取れねえ、マジで。穴良くね、逆にね、最大マージンこの穴良くないんだよね。ずれた。
タミナやったら刺さるな。あ、やべえ、間違えた。間違えた、間違えた。それやってない。ミスうん、これでも、いけねえよな、絶対な、この体勢じゃ。さあ、おめそこ置いて。もうちょい分割するしかねえな。無理だわ。お切れしなければまだ今行けたけど、ちょっときついなぁ。まあ厳しいね。ヘスミノで、アイミノ、オーミノ、エルミノって掘れば一応掘れたんだけど、エスミノミスったわ。そう。頑張って展開取り直しまくってたけどね。そう、ドレミ君の今リソースなくなったとここれ狙えたから、結構今なんもないでしょ。結構いい狙いではあったと思うんだけどね。最後、大きいミスで死んだな。まあ、ワーミスアーチメーションになるよね。貫通もしたし。まあ、頑張ったかな。頑張ったけど、原理がわからん。そう、軽くね、分割っていうね、技術があって、そういうのをひたすらやって頑張ってたんだけど。まあ、エスミノの大きいミスが致命的になったね。